はい、皆さんもね、こんばんは。典型的な道具技のね、駄菓子しています。こんばんは。今回なんですけどね、前回ちょっと安物の P ラインをこれね、18ステラ、ね、調子に乗って買ったのはいいんですけど、この P ラインまだ3回しか使ってないんですけどね、安い、めちゃくちゃ安いやつ買ったんですよ。1キロみたいなね、1000メーター巻きみたいな安いの巻いたら、どうもこの18ステラというよりも、もうこのワールドシャウラーの、ここの辺の部分、ここで、その糸巻くときになんか異音がするんですよね、この PE ライン。で、巻くたびになんか、サー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 異音がしちゃって、ここのサーサーがもう結構、しかもそのサーサー音がでかいの。サーサーサーってなんかね、だから、なんかバスに糸伝わっちゃってなんか変な音言ってるんじゃないかっていうぐらい、ちょっと納得できないんで、あの音がね。巻き替えます、ラインをね。ちょっと自分貧乏症なんでこれもったいない、まだ使えるのに。ただあの異音はどうしても許せない、自分の中で。なのでね、今回はこれを巻いていこうかなと思うんですけど、どっちがいいかな。X4 と X8。結構高いでしょ、これ。結構値段のいい。P ラインだと思うんですけど、ハイグレートハイパフォーマンス、強く腰がある EZ4、高強力ポリエチレン繊維、あとこっちは強くしないかな、シルキーエイト、シルキーエイトと EZ4 で、これ違いは X4 っていうのは4つの編み込みがあるみたいなことだと思うんですよね。ウルトラ P ラインなんだけど、でこっちはシルキーで8個の編み込みみたいなので、同じ 1.5 号でもこっちの方がよりいいと思うんだよね。なのでちょっとこっちのこれをちょっと巻こうかな。ただ自分はね、貧乏症なんで、この P をなんか別のことでなんか使えるんじゃないかと、これ捨てるのもちょっともったいねえんじゃねえかっていうね、この P もなんか使えるような気がするんでね、何かに。これはこれでここに巻きつけていけばいいんだ、こうやって。まだ使えるよね。何かに使えるはず、貧乏症。絶対に何かに使えるはず。ここにでも巻いていこう。はい、ようやくね、巻き終わりました。クルクルって言ったら軽い筋肉痛になっちゃった。巻いていこうか。これね、こうやって色がね、10メーター大きに5色で変わってるやつ。結構いいと思う。まずここに一回こうやって結んじゃえば、コマ結べで結んで、あとは巻くだけでいいと思うね。こんなもんでいいかな。おー、大丈夫か。これでこれ貼らない方がいいか。このまま巻けばいいか。巨大魚ただかかって、最後まで糸ドラグ出された時のためにちょっと確認だけしとかんとな。最後に巨大魚が来て糸全部ドラグ出されちゃってさ、ガバーって最後のって時にこれで耐えれるかどうか。あれ、外れた。よかったよかった、確認しといて。世界記録、10キロね、ブラックバスの世界記録10キロって言われてるけど、まあ15キロとか20キロのバスもいるかもしんないんでね、それよかったよかった、確認しといて。ドラグ全部出された後にもう一回強く引っ張られても大丈夫か、しっかりここで結んどかないといけないんでね。これで異音はなくなると思う、このシルキーなやつなんでね。これで巻いていこう。おお、いいね、巻かれてってる。いつも巻きすぎちゃうんでね、ちょうどいいところまで。はい、ということでね、巻き終わりました。こんな感じなんだけど、巻きすぎじゃないよね。どうかな、これ。こんなもんでいいかな、巻き量。プロの方教えてください。巻き量、巻きすぎ。これ普段よりちょっと抑え気味にしたんだけど、普段って俺ね、バカだからね、頭悪いからね、こっからさらに巻いちゃって、巻きすぎ的な時がある。そして逆に巻きすぎることによってここでなんか絡んじゃったり、マステラはなんでね、もう絡むことないと思うんですけど、ネズミ返しがあるんで。ネズミ返しがあるから絡むことないと思うんだけど、適量を巻きたいですよね、やっぱり。も何事も、物事はほどほどに。多分このぐらいがちょうどいいのかな、と思います。ということでね。
まあこれ明日ちょっとね化け物狙いに行くんで、まあまあやばいの取り行くんで、まあまあやばいやつ、この世界最強の道具バザー18ステラとワールドシャワーでねやっていこうかなと。もう今後ね、もうここに公言しておきますけど、日本一の道具バザーを目指していきます。はい、道具バザーの定義、道具だけ一人前っていう、ここだけやっていこうと思ってます。自分は典型的な道具バザー、道具は最強。これでちょっとね、日本一、まあ日本一はしょぼいよな、世界一、世界一の道具バザーとしてね、今後ぐっちゃぐちゃやっていこうかなと思ってますんで、まあここでまたピロートークやっておきますけどね、もう最近のもう自分もね、本当に道具バザー、典型的な道具バザーとしてね、お前に言われたくないっていう声もいっぱい、もう老害なんて声も聞こえてきそうですけどね、やっぱ最近の若者たちに俺はほんと説教だよな。ああ。やっぱりね、最近やっぱり、努力できない人が増えてきた。だからやっぱりね、どんなことでもね、人一倍やっぱ努力して、まあブラックバスでもそうなんだけど、たかだか道具バザーっつっても、皆さんいい。並な形じゃ日本一になれないから。ああ。やっぱ中途半端じゃダメ。努力、努力、努力でね。寝る間を惜しんでやるぐらいでないと、まあ何事も、世界チャンピオンにはなれない。かといって、まあ俺らが最近なんかやっぱ宇宙的規模で見てるからね、物事を。どうでもいいよね、そんなことも。世界チャンピオンになろうが、日本一になろうが、ね、YouTuber になろうが、どうでもいい。大きく考えてみんな。宇宙的規模で。空中考えてみて、これ、ほら。宇宙的規模で考えてみたら、でっけえから宇宙は。そのでっけえ中のこのちっちゃいことだから。みんながどうのこうの言ってこだわってることね。だから別に一番じゃなくて何でもいいわけ。こんな歌があったよね。オンリーワン、オンリーワンとかナンバーワンとか。どうでもいい。その前にそんなこと自体が。その歌自体がどうでもいい。はっきり言うけど。はい。もうね、ちょっと変なこと言うのやめておきます。じゃあこれでね、ちょっとね、釣っていこうかなと思います。これは、これでもうイオンしないでしょ。これでもうイオンしないでしょ。シルキエイドなんでね。